ノルマンディ公国、ノルマンディ公国、ノルマンディ公国は、ノルマン人が旧世紀にフランスに侵入し、その後、次第に地方を固めて成立した、ノルマンディ公の公国である。ノルマン人、ノースマン、ないしは、ラテン語のノーマニーは、デンマーク人、ノルウェー人、オークニーバイキング及びデインローから来た、アングロデイン人といった、様々な族からなる。 霊園関係の設定は、おそらくは、白霊として、911年にによりなされたものである。これは、西フランク国王シャルル三世単純王の情報による、もので、ノルマン人の主張であるロロに対して与えられた。元来は、ネウストリア区の北部から成り立っていてセーヌ川のルーアンに中心を置いていたが、後には征服活動を行うことで、エブルーとアランソンを含む南部や、 ブルターニ半島西部に拡大し、最終的には、今日のフランス共和国の上下ノルマンディ地域圏を及び、現在もに属すチャンネル諸島と、ほぼ重なるようになった。かつてのノルマンディ公領の主要な地域は皆フランスの一部とな、現在では広告をなすのはの王室属領たる、ジャージーとガーンジーのチャンネル諸島のみである。イギリスの君主が、現在のノルマンディ公である。 ノルマンディへの移住者は当初は、コノルド語を話したが、広告全体に定住すると、現地の住民が話していたガロロマンス語を採用した。ノルマンディでは、人々の相互採用によって新たに形成された。ノルマン語は、コノルド語からの語彙を継承している。イングランドでは、ノルマン語は、アングロイコールノルマン語に発展している。広告及びアングロイコールノルマン王領時代の、 イングランドの文学話として知られている。広告はバイキングが植民地化したルーアン伯領、公及びディエップ伯領から形成された。912年にルーアンで首都が樹立され、後に広告の拡大とともに西方のカーンに首都が樹立された。928年には及びが加わった。931年から934年にかけて、 ロロの息子である、京ム一世長健康は、コタンタン半島とを編入した。チャンネル諸島は933年に編入されている。950年から956年にかけての、時折、ノルマンディ及びその辺境地帯は、辺境博の地位を獲得した。リシャール二世は、最初に、ノルマンディ公の称号を用いた、公の称号は987年から1 0 6年の、 間に設置された。1066年に、ノルマンディ工業務2世は、ヘースティングズの戦いで、イングランド国王ハロルド2世を撃破して、イングランド王に着いた。このノルマンコンクエストは当然のことながら、ノルマン化の始まりとなった。ノルマイコンクエスト後に、ノルマンディーの支配者が、フランス国王のとしてを誓う形で、ノルマンディーの地を支配する一方で同時に、イングランド王として、 対等の地位にあったことは、と、フランスの関係を複雑なものにした。1150年代の安住帝国の創立は、ノルマンディが、フランスの半分と、イングランド全土を支配することで、フランスの力を小さく見せた。アングロイコールノルマン王国の一部としての、広告支配は1204年のフランス国王フィリップ2世による征服まで続き、それ以降は、フランス王領となった。 イングランド王は1259年のパリ条約まで要求し続けたが、現実のところは、かつての広告のうち、チャンネル諸島を保持したのみであった。ノルマン朝の忠誠をわずかに確信しつつ、フランス王は新たな領域に行政官を据えて、王権の象徴としての強力なという要塞を築いた。王領のうち、ノルマンディはいくつかの独自性を保持していた。 は裁判の判決として使用され続けた。1315年に、ノルマンディにおける自由へのやむことのない、フランス王権の侵食に直面すると、白や町民は国王に押し付けた。この文書は、地方の自治権を有していないが、王の行動への抗議であることには議論の余地はない。ノルマンディの宮廷の主要部である財源の評決は、最終的に宣言さた。これは、パリが、 ルーアンの氷結をひっくり返すことができないことを意味していた。その他の重要な情報は、国王は、ノルマンディの承諾を得ずに税を上げることができない、ことである。しかしながら、検証は、王の権威がひるんだ時に叶えられたのであり、王権が回復されるや保護されるようになった。ノルマンディ公国は主に公が、断続的に認じられることで生き延びた。実際のところ、 フランス王は時々王国の一部を自分に忠誠を誓っていない禁煙の王家の者のに与えていた。フィリップ六世は自身の長子で後継者であるジャン二世をノルマンディ公に任じており、そのジャン二世は自身の後継者で同伴の称号で知られるシャルル五世をノルマンディ公に任じいる。1465年に ルイ十一世は貴族たちによって18歳の弟ベリー公シャルルに淵として広告を譲渡することを強要された。この情報はルイ十一世にとってはシャルルが敵対勢力の区別になったことを意味す懸案であった。ノルマンディはこのように王権に敵対する勢力の基盤になり得た。それゆえにルイ十一世はシャルルとノルマンディと交換することに同意した。最終的には 1469年に校内の都党が固められて粉砕されたことから、ノルマンディは最終的には譲渡されることがないことを意味した。これは大陸側の広告の決定的な終焉であった。それにもかかわらず、1660年12月31日にジェームズ二世はルイ十四世によって名誉的なノルマンディ公に除せられている。これはジェームズ二世の兄である。 チャールズ2世がイングランドとアルランドの王位に帰り咲いてから数ヶ月後のことであり、チャールズ2世は1651年にスコットランドで退官式を済ませていた。おそらくはルイ14世によるジェームズ2世への支援による政治的ジスチャーだと思われる。チャールズ2世もまたノルマンディ以降を請求していたからである。ルイ16世の2番目の息子で、 兄が死んだ1789年以前のルイ・シャルル、王大太子が最終的なノルマンディ公として知られているが、この称号は純粋な儀礼称号であった。ノルマンディ公国は行政上ジャージー、ジャージー諸島と及びの無人島からなるとガンジー、ガーンジー島、サーク島、オルダニー島、ブレッシュ島、ハーム島、ジェソー島及びからなるの二つのからなる。 チャンネル諸島として生き残っている。現在は英国女王エリザベス2世がノルマンディー公の継承者として、これらの地域の領主とされており、ノルマンディー公と呼ばれることもある。チャンネル諸島は連合王国の一部ではないが、王室属領の一部ではある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。